はいえー、吉田さんのね私もそういうのを参考にさせてもらいながらやってるところもあったりとかさすがだなとこう、ね、見上げるところもあったりとかね、まあ、同時に負けないぞっていう気持ちもあったりで逆に私にしかできないような稼ぎ方もあるよねっていうのの一つ、まあ、それがね、まあ、投資だったりするわけですけども、あのー、やっぱ投資も絶対じゃないんですよね。 ビジネスも絶対じゃないんだけども結構な自信はあると思うんですよ負けもあるけどでも勝ちもあるみたいなねで経費倒れもあるけどもでも利益大きいっていうこともあるよねっていうのをまぜこぜでやっていくって感じですか、うん、まああのコンテンツビジネスに関しましてはあのプラスしか基本的にないんですごく有利ですけどもただそこにたどり着くまでに結構なね時間的なほら搾取をされたりとか 浪費をしたりとか右を曲折あると思うんですよで元を立たせば吉谷さんの力っていうのもまあ、ブラックロードをしたその力が今ね発揮されているところもあるしあんな暮らしは嫌だみたいなね逆転精神も働いているところもあるし借金があるからあー根性が出たっていうところもあると思うんですよね、うん、でまあ私もね今ねその借金がいっぱいあった時に比べるとそのモチベーションが高いかって言うと多分高くないでしょうねむしろ この状態を維持する方向になんか守りに入ってるというかね、それは必ずしも悪いことではなくって、やっぱりこう攻撃のために稼ぐ手段を使うときと、あとはね、あの、得た資産とかあの力をね、壊さないように防衛していくところもあると思うんですよ。みだりに人の商品を今、協調販売とかね、プロモーションで PV とかしたら、とんでもないやつの商品を紹介する可能性もあるわけじゃないですか。ですんで、疑わしいなと思ったら、 やめてていいいくっていうのもあると思いますし基本的にはプロジェクト組まないとかね組んだにしてもギャラをもらうでもなく何か契約書を交わすわけでもなくこんな人がいますよ程度にしておくとかね絶対大丈夫ですよっていうのは保証したいとかさすがですねこれは儲かりそうですねって煽りすぎるとなんかねやっぱり自分にもダメージが来ちゃったりしますしねうんだからまあ基本的には人の紹介をせずに行きたいなっていうところと、まあ、紹介をするとしたらやっぱりねその人自身に自分がなったつもりでいいことも悪い ここととももう人ののせせいいいいにせず飲み込んででくぐらいの強い信頼関係があればってところですよねだからなんかその億万長者らしくてむちゃくちゃ良かったなと思ってこんないいプロジェクトはもうほかに組めないと思うんですよなんか約束をしたわけでもなくねなんか依存もしてないしでそれぞれの稼ぎはそれぞれが作るみたいな感じでしてやったりみたいな感じでしたよねすごく面白かったなと思いますしうんだからああいう場に立ち会えた人がまさに億万長者になる入り口に立てたはずなんですけどもまあ自ら退場はしていきますよね。 非常にもったいないいななと思いますこうやって今振り返ってもあの細かい形は違いども似たようなことをやってで生き残り続けてるね、まあ、我々のような存在がいてしかもあの有名かっていうと無名なんですよね、うん、無名ながらもい <laughs> けているみたいなね、うん、なかなかないと思います有名でねすごくねあの何をやってもバズるみたいな状況で、えー、稼ぐ時代はもう終わりましたんでそうじゃなくって アクセスが低いんだけども強い信頼関係をもとに、えー、きちんとね売上を立てているっていうこととその恐ろしいほどのリピートでしょうね私も結局リピートなんですよあの即果塾の塾生さんがね1000名を超えてもやっぱりいつも見に来てくださる方って50名前後のリピートの方で成り立ってますんでだからライブ放送やってもずっと同じ顔ぶれですしねなんかメールが来る人も大体同じですしねうんだからそう考えていくと本当なんかこう気の合う人で 一緒に歩いていててくって感じですかね。うん、だから基本的には稼げるから一緒にいるみたいなところは大きいんですけども稼げなくたって一緒にいたいんだみたいなすごく密なグループがなんかオンラインサロンっいうものなのかなと。でよそから見たらね騙されて搾取してるんだってなりますけどもそのくらいじゃないと、うん、別にね儲かんないことを私喜ぶわけじゃないんですけどみんなが儲かってほしいんですけどもでも逆に儲かると離れていきますからね。 自力でで独立トップできるるうになると、まあ、それは結構初期の頃にありましたね稼げる順番になんかねサポートを必要としなくなって自力でやっていくような形になっていくそれを頼もしいと思って親離れ子離れなんだろうなと思ったんですけども、うん、でもなんかこう一時期稼げてでもなんかやっぱり失速してみたいなことを繰り返す人ってのはずっと一緒にいてくださるし困,困るたんびにやっぱりね、あのー、コンサルをお願いされたりとか、あのー、商品提案を求められたりするんでなんか。 いいい関係っていうんですか困った時に商品が提案できるみたいなねまあ最近は力強いそういった弟子も出てきてないわけですけどもそうそう最近リファイトクラブっていうのがねなんかちょっといい感じになってきましたねあの40代50代限定男性限定オンラインジムってやつこれが結構なんかブレイクすするんじゃなないかなって気がします、うん、今のところ生徒は私一人なんですけどねでもまあスタートはこんなもんだろうと思いますね。 あのコンテンツを提供しているその塾生さんがねすごく意欲的にどん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 いいコンテンツ出してきてくれてるんでこれなんか結構強いものになるんじゃないかなと思いますよね私に言われないとやらないっていうんじゃなくて言わなくてもやってくるっていうところにものすごいエネルギーを感じます当然付き合いも長くっていろいろやってみてはなかなかねトーンダウンしてた彼なんですけども今はね本業が今オンラインに載ってますからね、うん、キックボクシングインストラクター15年だそうですよ これはオンライン化しても凄まじい数のコンテンツ、裏話、あるある、こういうのがいっぱいできるんじゃないかなと思いますし、新入生を受け入れるようなね、そんな対応の仕方ももうマスターしてるんで、上級者まで、それから実際自分がこれを機会に試合に出るっていうね、私からのオファーも受けてくれたんですよ。2 12 12月のの今度19 19 19日日日が最初の試合ですすじゃない19日か12日過ぎてますね,19日ね で私がね費用を今回出したんですよ。費用を出して広告費を払ってトランクスにはもうの私の,その作ったねリファイトクラブの広告を貼るって感じでね彼が肉体を差し出して私がお金を差し出してジョイントでイベントに参加し続けるそんなね中高年限定のオンライン格闘ジムリファイトクラブもう一回戦おうぜっていうのリファイトクラブこれなかなか面白いと思います私も、ね、乗りに乗ってやっててやますねそれじゃあ。 トレーニング行ってきます。いってらっしゃい。